はい、今日の質問です。最近、聞くドラマ聖書のことを知りました。これは信用しても良いものですかはい、お答えします。聞くドラマ聖書というのは、ドラマ仕立てのオーディオ聖書のことで、韓国系アメリカ人実業家ビル・ファン氏が資金提供をして完成したものです。日本語版は、英語版、韓国語版に続く3作目です。で 日本語版を制作したのが日本 G&M 文化財団団という団体ですねちょっと私のスマホにアプリを入れてますから音だけ少し聞いていただきましょうね。創世紀第一はじめに神が天と地を創造された。 地は暴漠として何もなく闇が大水の表の上にあり神の霊がその水の表を動いていた神は仰せられた光あれすると光があったというこんな感じでつ続いていくわけですね。 で結論から言いますと聞くドラマ聖書は信頼できますその理由を今から3つ申し上げます一番目に信頼できる聖書薬を使用しています、えー「新海薬2017」が用いられていますがこれは福音的な学者たちが原点に忠実に翻訳した最新の薬文ですその薬文が 変更や省略が一切ない状態でそのまま朗読されていますこれは本当に素晴らしいことです二番目に最高のクオリティを追求していますちょっと考えてもこれ以上のものがどうやってできるかというぐらいに素晴らしいものが出来上がっています聖書の世界を忠実に表現するためになんと百五十名の実力派の俳優や声優が 起用されています制作者の並々ならぬ意欲を感じ深い感動を覚えますさらにドラマ仕立てというだけあって BGM や効果音が有効に使用されており臨場感を高めていますこれなら聖書を読むのが苦手な方にも聖書に親しんでいただくことができると思います3番目に 複数の使用法が考えられます。基本は聞くドラマ聖書の無料アプリをダウンロードして一人で聞くことですで。今私それを使って少し皆さんに音を聞いていただいたんですが素晴らしいのは音声と並行して文字情報も表示されてるんです。そして今読んでるところがご蓄体、太い字に変わります。ですから目でまた耳で 情報を受け取ることができますこれが基本ですねさらに複数で聞くことができます制作者側は共同体で聞くことを推奨しておられます教会、オフィス、学校、自宅なんかで何人かが集まってこれを聞くならば新たな発見につながると思いますこれ自体がもう聖書研究のツールになると思います このように素晴らしいんですが最後に一言だけ付け加えるならば朗読に臨場感があるということは制作者や朗読者が聖書を何度も読み自分なりの解釈を施した結果だということです。でドラマチックな朗読におのずから限界があるつまりおのずからその人の解釈の中で展開されているということを理解した上でこれを利用するならば計り知れない祝福を受けることが できると思います。ぜひ皆さんも聞く。ドラマ聖書を活用なせてください。では、また、次の Q＆A でお目にかかりましょう。ありがとうございます。